皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日はファン待望のフレンドリーマッチ、ドイツ対イタリア。この試合の解説にはおなじみ中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。さて中西さん、この試合のどんなところ注目されていますか。まずは両チームがどんな立ち上がりを見せるか見ていきたいと思います。なるほど。さあスタジアムに選手が姿を現します。選手入場です。さらに大きな歓声が両方のスタンドから上がります。試合前の記念撮影を行っています。そして画面には予想フォーメーションが出ています。今日の主審はハート・ホワイトさんです。さあサポーターの見守る中、前半戦スタートです。サイドをご紹介しましょう。右のエンドを守るのはイタリア、対して左のエンドを守るのはドイツ。チェックに行く、回してカモラネージ、中央を上がっていきます。中を見ている、ゴール前入れてきた。これは合いません。主審の笛が鳴りました。激しい奪い合い、ドイツ右サイドから上がる。ボールを持っているのはヒヌツェル。またタッチを割りました。スローインするのはスマイダー。ダイレクトにつなぐ、下げて、ここはファーメンドルスト。中入れて、またチャンスですよ。さあドイツ本日最初のコーナーキックになります。さあコーナーからの最初のセットプレー、ブッココースを読んでいました。中西さん、この立ち上がり、お互いまだ攻めにくい感じなんでしょうか。相手の出方を伺ってるんじゃないですかね。まだ立ち上がりですし。そしてここはザンブロッド、中へ返します。リターンを受けてファビオ・カンナバール、ここはガッドゥーズ、ここからカモラネージ、そこからディアーナ。前半も15分が過ぎました。左サイドからの攻撃になりました。そしてバノッツ、横へ運んでいきます。左に出した。さあ前を狙えるか。スクエアにボールを運びます。バンマン、うまくコースを塞ぎます。下げてカットしてつないで、ヒヌツェル、競り合って左に送って、カモラネージ、ガッドゥーゾ、前へ、プノーダ。クノーダ、詰め寄られました。スペースを狙う、このスルーパス、さあ正面だ、ヘッドだ。いや危なかったです。でもよく触りました。ここは大事にいってほしいですね。これはやってますよ。鉄壁の守りを見せます。よく守ります。ファメンドルスト、うまく食い止めます。
ボールの奪い合い。レナルツ、ここから行くか。右へ出した。カモラネージ、タッチに逃れました。ボールを入れるのはザンブロッタ。左から攻めます。ボールは正面へ。硬い守り。ディフェンシブハーフガッドゥー、持久力のある選手です。行ったか、これが決まった。ゴール。前半30分、イタリア先制ゴール。トッティ黄金の右足。スタジアム中が大歓声で揺れています。スペースへのパスに見事反応しましたね。中西さん、走り込むタイミングが抜群でしたね。先制ゴールを決め1点をもぎ取っています、はい、この後両チームの動きに注目ですよ。さあどんな攻撃を見せるんでしょうか。ゲルマン魂を見せるか。激しいチェックが続きます。いいチェックですね。カモラネージ中にいますよ。いいところへ上げてきた。いや、いい反応でしたね。必死に守ります。イタリア1対0でリード。まだ勝負は分かりません。ファールとなりました。このセットプレーはイタリアボールになります。カモラネージ大きく横へ運んでいきます。真ん中へボールが入ってくる。ドローに入る。もう一度、これはファールを取られました。回してバンマン、ディフェンシブハーフフルーテス、スマイダー左へ出した。そしてここはバノッツ、スマイダー。イタリアスペースを潰します。素晴らしいディフェンスだ。横へ運んでいきます。ここはトッティ。アホロ遅いですね。ボールは絶好の位置。頭で合わせた。2対0。前半終了の直前、イタリアさらにリードを奪った。ジラルディ的確な判断力が光ります。乗りに乗っています。これは見事に押し込みましたね。中西さん、いや、ポジショニングが良かったですよ。そうですよね。イタリアとしては順調に試合進めてますよね。はい、しかしここで差を縮めておきたいドイツ。右へ出した。ロスタイム1分を切りました。バンマン、ここからフルーテス、コースを探している。ホイッスルがありました。ファールのようです。さあこの位置からのプレースキック、ボールはゴール前。もう一度つなげて、いいですね。とりあえず流れを切ることも大切です。ゴール前うまく合わせたいですね。素晴らしい集中力。端からチャンスを作る。ゴール前にいるのはグノー。笛が鳴りました。前半終了。イタリア前半戦リードして折り返しましたが、いかがでしょうか。まあリードもそうなんですが、無失点で前半を終えたことが大きな収穫だと思いますよ。そして前半戦のスタッツをもとに振り返ってまいります。イタリアエリアの使い方についてはどうですか。しっかり相手の弱点をついた攻め方ができていると思いますよ。この調子でいってほしいです。はい、ありがとうございます。
前半戦が終わったところで2対0イタリア2点リードで前半を折り返します。画面ではハイライトをご覧いただいています。この後も試合をお楽しみください。さあ後半に入ります。両チームとも前半終了時と同じメンバーで臨んでいます。おっとファールがありました。ここからのフリーキック、ローメスクエアにボールを運びます。中には4人、いいボール、左へ回してディフェンダー必死にコーナーへ逃れました。さあドイツ観客の目の前で得点できるか。本当です、ここは1点絶対入れてほしいです。いいディフェンスです。ジラルディーン大きく横へ運んでいきます。パスをつないでいく、プレッシャーをかけます。サイドから中央、バンマン横へ運んでいきます。カモラネージ、これはオフサイドになりました。惜しいですね。裏を狙ってましたからね。しかし惜しいプレーでした。イタリア後半立ち上がりですが、中西さん、はい、このリードをより確実なものにするためにさらにゴールを狙っていきたいですね。そこからガッドゥーズ、オフェンシブハーフディアナ、この試合ワンアシスト、中に返してオフェンシブハーフバノッツ。後半も15分が過ぎました。カモラネージ奪いました。あっと上がなりました。ファールです。よく守っています。いやこれは読まれてましたね。そしてバンマン縦に出した、中央から持って上がります。フルーテススクエアにボールを運びます。鉄壁の守りを見せます。激しく奪い合います。ザンブロッタうまく食い止めます。イタリアここまでの戦いぶりいかがでしょうか。ちょっと押され気味ですね。自分たちの形をうまく作ってほしいです。つないでグノーダ、フォワードグノーダ、回してスマイダー。まもなく後半の30分が経過します。激しい攻防です。バンマン、ジラルディーン必要なチェック、プレッシャーを与えます。激しいチェックに行きます。そしてここはレナルツ、ここはローメ、さあ左から上がっていきます。クリアです。いいプレッシャーですよ。ここからデロッシ仕掛けます。通った。
シュートだ。ここはよく守りました。そこからプノーだ。中には一人。ゴール前に切り込んだ。ラインを割りました。両チームここでメンバーチェンジとなります。ドイツここで選手交代に出ましたね。試合の流れもこの交代でいい方向に行ってほしいですね。そしてバノッツ、つないでフルーテス、試合は5分を残すのみ。大事に持っていきたい。オフェンシブハーフ、ディアナ、カモラネージ、現在2点差を争っています。回してファーメンドルスト、そしてここはスマイダー、ボールはタッチを割ります。ボールを入れるのはイタリア。ドイツまたメンバーを入れ替えてきます。ドイツ監督が積極的に変えてきますね。はい、こういう交代はチームに活気を与えますからいいですよ。ボールを持っているのはザンブロッタ、ドイツスペースを潰します。ロスタイムは1分ほどあります。ここで試合終了となりました。2対0イタリア、素晴らしい勝利です。それでは中西さん、試合を振り返っていただけますか。はい、あの結果はともかくとして、攻守それぞれに今後の課題が見えてきたので収穫のある試合だと思います。それでは少しだけ今日の試合データを振り返ってみます。イタリア、やはりシュート数でも上回った結果になりましたね。はい、積極的に攻撃した結果だと思います。次もこういう試合を、ね、展開してほしいですね。ご覧いただきました試合は2対0イタリア、見事試合をものにしました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。本日の試合は中西哲夫さんをお招きしてお届けいたしました。中西さん、今日はどうもありがとうございました。実況はジョン・カビラでお届けしました。画面のハイライトシーンを見ながらのお別れとなります。それではまた皆さん、またお会いしましょう。